吉田さん、キュウリが3本298円です。キュウリ3本を買うとガソリンは1リッター以上入れられるというね、なんかどれを比較すればいいのか分かんなくなってきましたけどね。まあけど結局はその消費税のこともありますし、いろいろありますけどもね、この前小野田さんの話を聞いてて思ったんですけども、消費税が 10% 今かかってるって言われてて、インボイスが始まったりとかするけど、インボイスがなくなったところで、消費税 10% がなくなったところで、年収500万は年収500万ですよっていうふうにね、野崎さん言われてて、あ、確かになと思いましたよね。うん、あの根本である年収を変えない限り、あの消費税とかね、その他の社会保険料とかっていうのが、確かに負担はね、重いし、軽くなった方がいいんですけども、そこを改善したところで、ほとんど意味がないなと。うん、だから税金がね 10% 安くなったら、その時は安くなったと思って、関連する企業とかも消費税の負担がない分、すごく商売はうまくいくと思うんですよ。でもしばらくするとそれに慣れてしまって、その価値観でマーケットが再編成されるんで、結局自分の年収変わらないと徐々に苦しくなってくるっていうのは変わんないんでしょうね、きっとね。だからといって徐々に苦しくなることに慣れていくのも違うと思うんで、まあこの辺でね、増税路線終わっていただいて、なんかもうちょっと国民に優しい政治をお願いしたいかなと思いながら、ちょっとコストコ行ってきます。それじゃあ。